ティルマンラフ、2015年撮影。ティルマンラフは公衆衛生を専門とするオーストラリアの医師、メルボルン大学准教授。各戦争防止国際医師会議共同会長や、各兵器廃絶国際キャンペーンの共同創設者、初代代表としての活動で知られる。2010年、ラフはシドニーモーニングヘラルド紙に、私たちは長い道のりを歩んできました。核兵器の数は最も多かった1986年の7万から2万3000ほどにまで減少しており、これは劇的な削減と言えます。と語った。ラフはオーストラリアの元首相、マルコム・フレーザーとの共著により、2015 is Zaire2 版ニュークリアウェポンズという論文を発表した。2017年、ICAN が核兵器のいかなる使用も、人道上破滅的な帰結をもたらすことに注意を引き寄せ、また、こうした兵器の条約による禁止を目指す、画期的な努力を行ったことに対して、ノーベル平和賞を受賞した際には、ラフは ICAN の自責と受賞への誇りを表明した。2012年、ラフは核兵器廃絶の提唱者としての平和の推進、及び東南アジア、太平洋地域における予防接種の推進への貢献に対してオーストラリア勲章を受賞した。2017年10月、ICAN はノーベル平和賞を受賞した。ラフは2019年の女王誕生日叙勲において核不拡散、軍縮の提唱者として国際社会にまた医療に卓越した貢献をしたことに対してオーストラリア勲章オフィサー級を受賞した。ラフは1955年に南オーストラリア州アデレードに生まれた。妻、シャーロッテとの間には成人した子供2人、イングリッドとクリスティアンがいる。ラフは、子を持ち親となったことが、核軍縮の提唱に踏み込む覚悟を強めたと語っている。ラフは、モナシュ大学とグレンウェーバリーセカンダリーカレッジの卒業生である。ありがとうございます。